今回はヘアカット、まだまだ練習中もしくは今から始める方のためにヘアカットで左手大体切るときこういう感じで切ると思うんですけど、この左手のブレをなくすための切り方を紹介します。今回ちょっと顎のラインぐらいで切っていくんですけど、通常は切るとき、こういう感じで顎のラインを決めてこう切っていくと思うんですけど、慣れないうちというのはこのどの位置がまっすぐになってて、こう自分のこの下ろしてる位置っていうのがなかなか難しいと思います。そこで切り方でまっすぐ下ろすんですけど、この時に一度この指をここに添えます。それでまっすぐ下ろします。この時にここが自分の体の真正面なので、まっすぐ引く目安になります。で、例えばここから45度だと この位置ぐらいに来るんですけど、大体ここ45度はあんまり使わないので、30度ぐらいだったらこの位置からどれぐらい動かしてこう切っていけばいいのかっていうのが分かりやすくなります。で、これはこの横の位置だけではなくて、縦でも同じように、例えばこのアウトラインに45度、グラデーションを入れるとして、頭皮に合わせてまっすぐ引き出します。で、そこで通常はそのままこうやって切るんですけど、ここの角度が正確かどうかっていうのがわからないので、慣れないうちは分かりにくいので、そのままこの位置からこうやって切っていくと、正確な45度っていうのが作りやすくなります。で、これを営業ベースでこうどんな感じで切っていくかっていうと、そのまま長さを決めたら、前下がりの場合こういう風に頭皮に対して、あとは頭の形に対してちゃんと、まず初めにこの位置に入れて引き起こせてるということが条件です。で、こういう感じでこう慣れないうちの目安となる左手の使い方、左手と右手の使い方の紹介でした。以上です。